偽章市は中華人民共和国湖北小西部に位置ある地球市である。偽章は、長江の山峡の下流に位置する港町であり、長江クルーズや貨物船の寄港地である。西陵橋の最下流部にあり、市街地の中には、崩すダムが、その4 0トル弱上流には、山峡ダムがある。偽章の歴史は長く、 長江の三峡の入り口として、軍事的に重要な地であった。外父との文化の発祥の地と言われる。詩人、政治家である屈原や中国主大美人の一人である、王将君の故郷とされる。また三国時代には、医療の戦いの戦場となっている。春秋戦国時代には、その西境であった。古名を医療と称した。真により、 南軍が置かれると、医療圏は南軍に属した。208年に五官により、臨行軍が設置され、210年には、義都軍と改められ、下部に、義都圏、紀県、四公圏、恵比須道圏の四県を管轄した。三国時代の暮れにより、222年に、清領軍が設置された。後に再び、義都軍と解消され、南北朝時代には、 南朝政権に継承された。南朝張は、義徒軍の上位区画として予州を立てた。正義は予州を拓州と改め、北州は拓州を州と解消している。607年、隋が州政を廃止すると、州を医療軍と改めた。医療軍は下部に、医療県恵比須道県徴用県延安県の4県を管轄している。 党が成立すると、医療軍は廃され、州が設置された。五代十国時代には、高末置による、地方政権である、京南の半島に編入されている。総長が成立すると、海州は、京湖北路に属した。現代には、海州路と改められた。民発には再び海州とされたが、1376年に、医療州は、常領州と改称された。 1735年には、常領州は、偽償府に昇格した。偽償府は下部に、東古県、京山形、波東県、長陽県、長楽県の五県及び紀州、鶴峰州の二州を管轄した。1876年に新朝とイギリスの間で、締結された、遠大条約により、偽償が、開港地に指定されると、翌年に税関が設置されて、 正式に開校している。1912年、中華民国が成立すると、東古県は、偽証県と解消され、共産、紀波東朝陽、五宝、鶴見県ともに、茨南道に属し、東洋、延安県は、城南道に属した。その後、同姓は廃止となり、1932年に、行政正しさつく制度が施行されると、第6。 第9行政正し札区が設置された。当該時期の行政区画変遷については、古北省を参照。中華人民共和国が成立すると、古北省には8行政区が設置され、偽章行政区専員公所が、偽章県、義都県、四公県、東洋県、延安県、京山形、儀県、徴陽県、五方県の9県を管轄、同時に、偽章県上空及び、 近郊の奥に、偽章市を新設している。1951年、偽章行政区選委員公所は、偽章区選委員公所、1955年には、偽章選委員公所と改称されている。文化大革命が始まると、1968年1月に、偽章地区革命委員会が設置されたが、1978年8月に、革命委員会は廃止となり、 儀地区行政公所が設置されている。1992年3月、儀地区が廃止となり、地球市の偽章市が成立した。歩道橋から望む偽章火器の五四活区、三県級、市、三県、二次地県があり、総面積2.1万平方キロ、縮部の面積は4,249平方キロ。偽章市偽章線区儀と工業区偽章地区偽章市。 改革開放以来、偽証の経済は、急速に発展している。2004年の総生産は588億元。工業も発展してきており、水力発電、電子部品、化学工業、食品医薬、新型建材などの重点産業政策がある。外資の誘致も行われている。偽証三峡空港偽証東駅偽証は、 祖国及び友栄国の文化の発祥地とされる少数民族のトゥチャ族の居住区でもあり独自の文化を誇っている長江に面する偽証子ありがとうございます